そうなんですよ。なんでメロンパンっていうの、みんなバンバンやるんですよ。おお、はい、台湾の方、台湾の方、韓国の方、台湾の方、はい、すごい、ありがとうございます。バイバーイ。キズバージョン。そう、お願いします。お願いします。リエです。今日は蔵前に行きます。はい、はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は1月の終わりということで、はい、あれですね、旧正月ですね。あ、旧正月なんだ。なるほど。結構人がなんか多いのはそのせいもあるんですかね。中国の方と、はい、台湾の方と。おはようございます。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。あ、すみません。旧正月ということで、はい、中国の方と韓国の方が多いですね。あ、韓国の方も多いんですね。そう、中国だけじゃなくて韓国の方も旧正月の日お休みだって言ってましたよ。はい、あ、そうなんだ。日本も欲しいですね。本当ですよね。日本なんでないんでしょうね。昔はお正月だったはずですけどね。そう、あとでまた上を。はい、了解です。はい、すいません、いつもありがとうございます。後ろは開けてもらっていいですか。はい、お待たせしました。はい、では上げますよ。はい、行きます。1、2、3、ありがとうございます。それでは行きましょうか。はい、お願いします。結構あれですね、なんか1週間前ぐらいから急に寒くなりましたね。本当ですよね、最近超寒い。そう、なんかこの車すごい重心が後ろですね。あ、そうなんですか。なんかあの取っ手のところが長い気がする。だからですかね。はい、超後ろに重心があります。人力車ごとに結構特徴ありますね。はい、なんか運転するときに感覚が違う感じですか。あ、全然違います。あ、違うんすね。すごい変な感じします、ね、そうなんだ。車夫歴が長いリエさんでもそう思うんですね。全然思いますよ。へえ。なんかこれはここが黒いやつだからちょっとなんか違うやつですね。ああ、そうなんだ。いつもここ茶色、あ、茶色じゃない、銀色。あ、そうなんですね。面白いですね。すごい天気いいですね今日。そうですね、うん、まだ日差しがあると暖かいです。昼間は暖かいんですよね。夕方ぐらいからめっちゃ寒いですよね。めっちゃ寒いです。うん、今日行く蔵前っていうところは、はい、なんかざっくり言うとどんな感じの場所ですか。ざっくり言うとカフェがすごい多い、はい、おしゃれな場所です、ね、あ、そうですね。カフェが多くて若い人が結構今時のカフェみたいな、おしゃれなカフェ多いですよ。そう、そうですね。蔵前は浅草からだと歩いても行ける距離ですよね。歩いて行きますね。だいたい歩いたら15分ぐらいですか。15分ぐらいか。20分、一駅とかですっけ。そうですね。あの大江戸線かな、蔵前。大江戸線ですね。浅草線も通ってます。あ、そうですね。はい、蔵前行くことありますか。蔵前は人力車に乗って行くぐらいですかね。あんまりなかなか行かないですよね。そうですね。はい、最近調べたら、はい、あの自分でなんかノートをカスタマイズしながら作れるお店とか。あ、そうなんですね。なんかいろんな、ね、こだわり
りのお店が多いみたいですよ。ノートをオリジナルのノートを作るんですか。あ、そうです。なんか紙の色とか表紙の色とか選んで、あ、そういうことか。面白いですね。面白いですよ、ね。面白いですね。あ、そんなお店あるんだと思って。はい。テレビでやってます。あ、テレビでやってたんですね。テレビでやってちょっと調べてみます。あ、なるほど。気になって。リエさんは蔵前とかって普段行ったりします？蔵前あんま行かないかもしれない。ああ、そうなんですね。カフェに行きたいときは蔵前行ったりします。ああ、そうなんですね。なんか蔵前ってなんだろう、何軒もカフェを巡るみたいな遊び方をするイメージ。そうですね。はい。一軒だけじゃなくて。うん。そっかそっか。さっき、あの、旧正月のお話したじゃないですか。なんか、あまり、なんだろう、日本人って、旧正月って言っても、あの、言葉は知ってるけど、どんなものかあんまり、わからなくて、はい、なんかこう、向こうの中国とかの普通のお正月と旧正月って 何が違うんですか？え、なんか別の、はい、なんかめっちゃイメージかもしれないんですけど、はい、旧正月の方がなんかお祝いするイメージあります。あ、旧正月の方がなんかこう、じゃあ盛り上がる感じなんですか？そう、あのね、はい、確か名前が春節っていうんですけど、春節ってお休みになるんです。春節って聞いたことありますね。春に、はい、節目の日。はいはい、そうなんだ。そうね、はい、なんか飾り物が出てくるんです。ああ、そうなんですね。飾り物、福って書いてある、はい、なんて札がなんかひっくり返って飾られてるの見たことありません？あ、はあ、はあ、あるかも。福が来るように福っていう感じを飾るんですけど、はい、ああ、そうなんですね。それがね、はい、へえ。なんでかっていうと、はい、福が来るようにらしいんですけど。あ、そういう意味になるんですね。そんな感じで、なんか飾り物がいっぱい出てきて、はい、そうなんだ。なんか街が、だいたいそういうの赤なんで、はい、ああ、すごい華やかになるイメージ。へえ、面白いですね。あとなんか爆竹とか、はい、すごい聞こえてきた印象があります。あ、そうなんですね。みんなバンバンやるんですよ。お、花火みたいな爆竹みたいな。日本の正月とはちょっと雰囲気は違いますね。そうですね。うん。あと何来るんですか。リーさんがあれですよね、向こうに住んでた時もなんか旧正月みたいなのがあったってことですよね。あ、ありましたよ、旧正月。はい。あの、上海にもありました、ね。あ、そうなんですね。あとなんかお菓子食べました、はい、月餅。あ、月餅確かなんか春節の旧正月の時に食べるような。前に紹介してくれましたね、あの、お正月の、お正月のお餅の話をした時に、あ、月餅、月餅が中国であるって言って。確か旧正月に食べるものだったような気がします。あ、そうなんだ。じゃ、基本的には長いお休みなんですね。だからみんな日本に来られたりされてますね、はい、あ、そっかそっか。私も春節で旅行行きました。あ、そうなんですか。中国で。中国で。おお。新潟に行きました。新潟に？中国から。そうなんですね。どこ行ったんですか、新潟の。新潟に、はい、なんかオーベルジュがあって。オーベルジュ。やだ、やだ、もうレストランが一体型になってるんですけど。あ、すごいですね。そこに、はい、毎年行ってたんですよ。あ、そうですね。で、あの、はい、そうです、上海から行きました。上海から春節に行ってすごいな。そうなんですね。今じゃあ結構あれですか、この数日間はもう海外の人の方が載せる人多いみたいな感じですか。全然多いです。あ、そうなんですね。私一昨日出勤したんですけど、はい、台湾の方、台湾の方、韓国の方、台湾の方、はい、すごい、香港の方でした。日本人いない。そうなんですね。
でもめっちゃわかります。浅草今日も朝歩いてたんですけど、はい、なんか日本語は聞こえないと思って。そうですよね、日本語じゃなくて違う言葉を聞こえない。そう、見えてきましたね。はい。蔵前神社に着きました。はい。ありがとうございます。到着しました。はい。ちょっと葉っぱが、はい、よいしょ、OK です。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。行きますか、じゃあ。はい、はい、では蔵前神社、はい、行きました。蔵前神社です。はい、鳥居が大きいですね。大きいですね。うん、綺麗ですよね。はい、じゃあ皆さんご存知の、はい、江戸の将軍、はい、徳川将軍、五代目将軍の、はい、綱吉さんという方がいるんですけど、はい、綱吉が作られたそうです。うんうん、お相撲さんの、はい、絵がありますね。お相撲さんの絵ですね。うん、あのお相撲にゆかりのある神社らしいです。あ、そうなんですね。江戸時代に相撲の三大拠点というのがあって、はい、相撲三大拠点があって、そこのうちの一つがここだったので、あ、この場所でじゃあ、力士が相撲を取ってたんですね。そうですね、江戸時代。なのでゆかり地として、はい、すごい。お相撲歴史です。みんな海外の方こういうの好きなんじゃないですかね。ね、すごいですね。これ本当に持ち上げられたんですかね。米俵、この左の層、5個持ってますよ。5個持ってますね。すごい、すごいですね。へえ。お相撲の大関っていう言い方はやっぱ昔からあったんですね、はい、あ、今と変わらない感じなんですね。ですね。うん、なるほどね。結構この神社は、現役の横綱とか、力士さんとかがすごい来るらしいですよ。へー。うん。はい。ありがとうございます。それでは、もう一個横に、はい。もう一個ありますね。犬がいますね。元犬。はい。元犬という、これは、落語にゆかりがあるらしいんですけど。はい。古典落語。うんうん。元犬っていうお話があって、はい、それに出てくる白犬がこの銅像の、あ、そうなんですね。元犬ってね、もともと白いらしいですね。銅像にあったので色が分からないんですけど。あ、確かにそうなんだ。お話は、はい、白犬が、はい、人間になるお話らしいです。あ、そうなんですね。へえ。この辺りが舞台になったんですよね。あ、そうですね、うんうん、この辺りが舞台になったので、はい、元犬の登場人物のワンちゃんが銅像になって、はい、あ、ありがとうございます。かわいいですね。かわいい、かわいい。どう見てるんだ。この表情なんとも言えないな。なんとも言えない表情してる。ありがとうございます。モデルは北海道犬らしいですよ。あ、そうなんですね。私の、あ、そうなんですか。なんか似てる感じです。確かに、確かに。秋田県、秋田県、大きい、大きいですよね。そう、超でっかい。うん、じゃあ行きます。はい。この神社の御利益は、はい、商売繁盛、家内安全、はい、あとは五穀豊穣ですね。あ、すごい、いっぱいありますね。いっぱいありますね。うん、ちょっとじゃあ参拝をしようかな。では、はい、入れていただいて、はい、ちょっと聞こえなかったんで10円で。はい、で、2回ちょっと手を出して叩いてもらって、はい、お願いします。で、終わったら最後に礼で、はい、ありがとうございます。それで OK です。ありがとうございます。桜の花なんですけど、まあ、やっぱね、桜は3月、4月なので、
そうですね。ちょっと早いですかね。うん。でもなんかちょっとつぼみがなんか見えません？確かに。だいぶ眩しいですね。眩しい。はい。楽しみだわ。はい。春が楽しみ。春楽しみですね。桜が咲いたら。はい。蔵前神社と、はい、あと隅田川沿いに絶対に行こうと決めてます。ああ、そうなんですね。確かにいいですよね。はい。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よし。また春に蔵前神社に来ると良さそうですね。はい。はい。いや、リエさんと来たかったですね。お、3月11日か。そうですね、確かに。そうですね、日本はそうですよね。よいしょ、うん、はい。お、おしゃれなカフェですね。よし、じゃあちょっと面白い感じの、これは何ですか？これはクマですね。クマか。クマのボトルです。すごいなんかおしゃれな感じですね。ちょっと中は撮影あれなんで買ってきます。はい、はい、買ってきました。じゃーん。はい。可愛いですよね。はい。クマのペットボトルの中に入ってる。はい。すごいリーさんの顔が白飛びしてる。今日日差しが強くてあれですね、はい、難しいですね。難しいですね。はい、ありがとうございます。クマさんの、はい、飲み物ですね。可愛いですね。ありがとうございます。これがすごい人気らしいです、この蔵前で今。はい、ありがとうございます。じゃあ人力車で飲みましょうか。はい、飲みましょう、はい。リエさんは抹茶のクマさんを選びました。抹茶にします。はい、抹茶が好きなんで。あ、パパ、あ、はい。おお、可愛いですね、やっぱ。さっきよく振ってってよ。はい、言われたんで、あ、振ってみました。そうですね。全部緑になった。いただきます、はい。うん、うわ、めっちゃ美味しいです。美味しいですか。あ、なんか下場の抹茶に似てますね。あ、抹茶とコーヒーも入ってるんですかね。コーヒーでもそんなにでも苦くないんだ。入ってないかもしれない。あ、そうですか。あ、そうなんですね。さっきなんか粉から作ってたんで、はい、うん、そうですね。抹茶粉から作りますけどね、普通に。普通そうですけど。そう、抹茶っぽさがあります、はい。そうですね。ここのお店で中結構なんか大きいコーヒーの機械とかあったりして、結構すごいですよね。本格的な感じの、うん、うん、おしゃれな感じで、はい、ありがとうございます。じゃあこれはこの辺で、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素敵なお店でしたね。本当ですね。うん。なんか可愛い、心が癒されましたね。そうですね。まあ結構お店の中も写真映えするし、コーヒー自体も写真映えするんで、そういうお店が多いですよね、蔵前は。うん。はい。結構あれですか、蔵前知らないっていう人でも、シェフさんになんか蔵前のカフェ紹介してって聞けば、なんかまあ連れてってくれる感じですか？そうです、大体は。大体皆さんなんかあります？ここ行ったらいいみたいなのが。結構ダンデライオンチョコレートとか人気だから。ああ、そうっすか。ここ行ったところですね。超人気店ですね。チョコレート屋
はい、そこ結構人気あります。行列ができてるイメージがあります。そうです、うん、うん、そこはみんな好きか。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。ここもなんか行列ありますか。ここはラーメン屋さんの行列ですかね。すごい並んでるな。おお、確かに。リエさんってラーメンとか食べたりします？ あ、 ありますよ。あります？でも結構でも月1回ぐらいですかね。あ、そうなんですね。どういう、一人で食べることはないです、はい、あ、そうなんですね。あの、仕事終わりとかなんか友達が、はい、一緒に食べに行く人が、はい、あの、食べたいって言ったら、はい、あ、全然行こうみたいな。あ、そうですね。自分からラーメン行こうっていうことはあんまないですね。浅草のラーメン屋さんとかは行ったことありますか？浅草は、はい、私ね、あのリンボっていうところに行ったことあります。どこですか？リンボ。リンボ、ここ通りにある。へぇー。あとはね、あの、めっちゃ多いです。はい。あ、一蘭ね。一蘭って結構御社の女性社さん結構好きな人多いですよね。あっさりしすぎるぐらい。はいはい。一蘭は海外にあるのかな。一風堂とかはあるんですよね、海外でも。そうですね、一風堂よく見ますね。一蘭はあるのかな。豚骨ラーメンですよね。はい、渋谷の一蘭とかめっちゃ行列があるんですよ。そうなんだ。浅草って2店舗ぐらいありますよね。あります、うん、一蘭のラーメン、なんかこんなラーメンだよって説明できます？どうでしょう、まあ、なんかそもそもあの味が2種類あるんですよね、はい、白と赤が。白と赤、うん、私いつも白なんですけど、はい、赤が辛い方で白が辛くない、はい、はい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 。豚骨なんですけど、うん、あんまり豚骨っぽくない。豚骨ラーメンね。豚骨ラーメンもまた珍しい食べ物ですよね。確かに豚骨も説明できないかもね、うん、ちょっと油っぽいラーメン。そうですね、豚の骨を煮込んで出てくる出汁を楽しむラーメンですね。豚骨ですからね、豚の骨って書きます、はいはい。まあ、他にもいろいろ入ってるんですけどね。いや、味はどうやって説明したんですか？豚骨ラーメンの味はね、説明しづらいですね。豚骨ラーメンの味としか言えないですよね。結構日本で豚骨味のことも言えるベビースターとかも豚骨味だったり。あ、そうですね、日本では定番の味なんですよね、結構。一蘭はちょっと麺が細いんですよね。そうですね、細いですね、うん、あと硬さとかも自分で選べたりします。あ、そうですね、柔らかめとか。そうそう、割り方とかも。そう、もうなんかささっと食べて替え玉をするんですよね、はい、なるほどね。なんか意外でした、ちょっと。本当ですか？うん、リエさんがラーメン食べてるって。あの、私ラーメンはいつも普通ですね、言うと。普通？硬さ。硬さ普通？あと豚骨ラーメンとかじゃなくて、なんていうんですか？はい。背脂系ラーメン。あ、背脂ちゃっちゃ系？あれってなんか、はい、何でしたっけ？ニンニク、うん、スープ濃いめ。ああ。柔らかさって。二郎系かな？二郎系の話かな？はい。ジロ系食べるんですか？たまに行きます。おー、すごい。全部普通にしますけど、ね、まあね、多いですもんね、量が。そも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 量多いし、トッピングがね、無料でいろいろつけれるんですよね。いろいろありますね、お店によって違いますけど、うん、ほうれん草が好きです。あー、ほうれん草いいですね。野菜を乗せたいですね。そうですね、なんかの、うん、そっか。なんか日本に観光に来てくれた人は多分ラーメン屋さんいっぱいあるんで、はい、巡ると結構楽しいですよね。そうですね、うん、ラーメン好きな人は、うん、すごいいいですよ、うん、もうそういえ
韓国のインスタントラーメン食べたんですけど、あの有名なやつですか？有名なやつではないやつ。あ、ではないやつね。はい。なんか麺がね、全然違うんですよ。麺が違う？ちょっと縮れ麺なんですけど。はい。うん、ちょっと横に太い縮れ麺。あ、そうなんですね。へえ。味はなんか醤油っぽい感じ。あ、そうなんだ。韓国のインスタント麺で辛ラーメンっていうのがすごい日本でも人気なんですよね。あの辛いやつ、ね、そう、辛いやつ。結構コンビニとかスーパーとかでも割とどこでも置いてるような感じですよね。そう、ありますね。うん、僕もあれよく食べますよ。うん、卵を落として食べるのが好きです。韓国ってなんか気候とか時差とかってなんか日本と同じ感じなんですか？韓国めっちゃ寒いですよ。あ、寒いんですか？ちょっと上か、上の方ですもんね。マイナス10度とかって言ってました。あ、そうなんだ。時差はでも中国、はい、1時間ぐらいだった記憶があるんですけど、多分韓国もそれぐらいですよね。じゃあちょっと時差あるんですね。ちょっとだけ。ああ、そうなんだ。おそらく韓国はどこを基準にしてるかちょっと分かんないですけど、はい、おお、そうすか。どうなんだろう。でも15度ぐらいありそうじゃないですか。確かに15度。Dさんって、はい、そもそもなんでそんなに韓国がお好きになったんですか？一番最初は多分、はい、多分あの韓国のアイドルが好きだったんですよ。あ、はいはい。私あのチアリーディング部だったんですけど、はい、チアリーディング部でなんか踊る時とかも韓国のアイドルの曲使ったりしたんですね、はい、あ、そうなんですね。だから昔からよく音楽聴いて、はい、うんうん、で大学入ってあコロナの自粛期間とかですかね、はい、あのドラマにハマって、あー、カンドラ、そう、カンドラにハマって、はいはい、そこからよく韓国ドラマを見たり YouTube を見たり。ああ、そうなんですね。多分そんな感じ。なるほど。なんか D さんが生まれたちょっとぐらい後ぐらいですかね、あの冬のソナタっていうドラマが日本で流行って、でそこからなんか日本人の女性の方で韓流ドラマが好きだっていう人が増えて、日本ですごい韓国の文化がこうブームが来たみたいな、はい、感じだったイメージです、僕の記憶だと。はい、見たことはないですけど聞いたことはあります。あ、そうなんですね。なんか結構社会現象みたいになって日本で、そうなんですよ。2000年ぐらいってことですか？多分そうですね、リエさんが生まれた年ぐらいですね。2000年ですね。うん、そこに牛カツっていうお店があるの分かります？はい、そこが最近韓国の方にすごい人気ですよね。あ、そうなんですね。並んでるんですけど、はい、大体韓国の方だったりします。そうなんだ。韓国でバズってんのかなと思いながら、はい、なるほどね。牛カツは、はい、ひなさんがすごい好きだって言ってました。ひなさん、そう。ひな、牛カツ好きなの？そう、なんかね、牛カツ屋さんなんですけど、鉄板焼きを食べれるお店らしくて、はいはい、なんかそれが美味しいって言ってました。うん。うん。いいですね。今めっちゃ混んでますね、どこも。本当ですね。うん。もうちょっと2月ぐらいだったら落ち着きそうです。はい。そうですね。
ちょっと完全制覇できます？浅草のお店。できないかな。はい、それこそ私この牛カツとかも行ったことない。牛カツね、確かに韓国の人たちっぽい並んでるの。韓国の若い人たちってなんかあの日本の若い人たちと髪型とかがちょっと違うから分かりますよね。そう、歩いてて人だなみたいな。分かりますよね、パッと見で。何なんですかね、このこういう感じ。多分アジア人同士にしか分からないと思うんです。そうですね、本当だ。分かんないのが、はい、中国の方とかたまに分かんない。ああ確かに確かに。なんかイベントやってみたいですね。イベントですか。文化芸能人。あ、なんかあれ2月3日ですよね。あ、2月3日なんだ。節分の日に。あ、節分ね。来週、あ、もう来週か。来週ですね。早いですね。早いですね。節分は。はい。何を祝うものなんですかね。節分って、あと悪いものを外に出していいものが来るように願うイベントみたいなイメージです。そうですね。はい、豆をまいて。はい。あの鬼役がいるんですよね。そう、鬼がその悪い運とかそういう悪いものとしていて、人に向かってそう鬼は外って言って豆を投げるんですよね、はい、そう、追い出すんですよね、豆を投げて。で、悪いものを追い出す。はい、はい、そんな日本のお祭り、イベントですね。イベントですね、うん、あと恵方巻き食べたりしますよね。あ、そうですね。それぞれその年の方角っていうのは決まってて、うん、今年はこの方角がいいよみたいな、はい、その方角に向かって恵方巻きを食べるんですね。そう、恵方巻きっていう、なんだろう、のり巻きですね。のり巻きを。今年どこですかね。分かんないや。調べないと。はい、ありがとうございます。はい、今日は蔵前に行こうの会です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。話しますよ。はい、あ、わかりました。じゃあ、ちょっと行ってますね。はい、よいしょ。ありがとうございます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 。難しい。OK でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日もありがとうございました。本当だ、すごい白飛びしますね。今日白飛びしてますね。ありがとうございます。なんかあっちで行きますか。行きますか。じゃあもう今日はリリーさんが閉めちゃってください。わかりました。頑張ります。はい。嬉しい。
私のお父さん、はい、なんか旅行に行くとビデオで、はい、あの今日は何月何日どこどこにやってきましたって言うんですけど、意外とねそれが役に立ったりしますよね、数年後見返すと。確かに面白いお父さんですね。何言ってんだろうって思ったんですけど当時は。最近見返すとどこに行ったか分かるからすごいありがたいです。ということで今日は浅草に、浅草の蔵前、はい、ごめんなさい、もう一回言いましょう。浅草から蔵前に行ってきました。ということでこっちか、今日も見ていただきありがとうございました。バイバイ。